はい、皆さんこんにちは、ミカミックスです。イース8では続きをやっていきましょう。現代のバハの塔へ向かうために、過去の、ダーナを操作してバハの塔への道を切り開くというところですね。とりあえずこれは進んでいけばいいのかな。バハの塔を目指して、あれ、こいつはラステル、ついに英氏の任に就いたのですね。就職先が決まってよかったな、はい、ご機嫌麗しゅうございます。荒らせられましょうか。めちゃくちゃ腰が低いな。まあ、新人だからね、しょうがない。やっぱり礼儀はね、持っておいた方がいいから。償うべきと心得ておりますって。遠くへ行ってしまった感じか。肩に糸くずがついている。近い近い近いって。何を考えているんですかって。お前が何を考えてんだよ。でもさ、こんなところでさ突っ立ってるだけだと自分は強くならないよね。もっと頑張らなくてはって言ってもさ、あと何時間ここに突っ立ってんだろう。大変だよね、こういう門番もさ、ずっと突っ立ってるだけっていうのは絶対時間が経つの遅いからね。しかも立ちっぱでしょ。ラステル、本当に立派になったな。立派に突っ立ってるよ。私だってまだまだ負けないように頑張らないとね。あ、ここはあの長いやつかって、このなんかよくわかんないキモい像があるところだ。これ何なのマジこいつ。悪趣味でしょ。やっぱり長いねここは。そらこいつ2段ジャンプできんだよね。なんで現在のダーナは2段ジャンプできないんだ。ここも賑わってるね。あれ、何かあったのかな。何かって、追跡犯は見失ったとのこと。警戒を怠るな。はっ、何かあれだね、足止めを食らってるようだね。トワル街道、実は凶暴な大型粒子が出没しておりまして。ああなるほどね、俺がぶっ倒してやろう。じゃあバハの塔への道も、応援で片付くんだ。粒子って結構強いんじゃないの。
あの階段の半ばくらい、小高い丘があって街道の脇から登れたはず。うん、みんな困ってるね。凶暴な竜種。まあじゃあちょっと行けるところへ行ってみましょうか。こいつは、独自の離力理論、王国に9人しかいない最上位理術師の一人。どっちから行ったっけ。ここら辺は結構安全な感じだね。あれ、これは来た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 、これは凶暴な竜種。こんな近くまで接近されてんのかよ。60か、強くね。どこ狙ってんだこいつは。いてー、やばいやばいやばい、回復手段が限られてるからな。いた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 、弱点は頭か。頭高いんだよね。てかさ、やばいやばいやばい、強くね。普通にもう使おう、これはやばい。くらえ、待て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 、半分くらいあるね、まだ。これ食らうのか。チャンス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 、狙い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 、畳みかけろ。倒した、さすが巫女様。技を使ってしまったが良かったんだろうか。巫女としてもっと気をつけておかないとねって。気をつけるだけでどうかなんの。粒子討伐1、あ、何かあるよ。あれ、ここで手に入れたのってどうなるんだっけ。あれ、こっちから来た。先へ急げ、この鉱石をパクっておこう。バハの塔はこっちじゃないね。マジか。じゃあ戻んなきゃ。移動速度はね、結構速いから、そんなにストレスにはならないけど、ワープもできるし、やっぱりね、サクサク進めるっていうのが、でかいよな。え、ここ登ってくの？申し訳ございません。いや、ぶっ倒したよ。こっちから行くか。じゃあこっちへ登っていこう。
何の声わからん。ほら、あそこになんかいる。でかい。しかしおとなしい。こんなおとなしいやつを。うわ、怒り出した。やばいやばい、怒り出した怒り出した怒り出した。痛い。特に頭が弱点ってわけでもない。っていうかさ、人見るとやばくない。おらおらおら、よーし。かわいそうなことをしてしまったか。いや、こいつは町を襲う。あ、これ竜の実だ。竜の実取りたい。あれ、なんか声がしたって言ってなかったっけ。なんもわからん。こっち側とか。おう、なんかいる。鹿がいるね。鹿なのかよくわかんないけど。ダーナって動物と話せんの？餌がうまく取れないのね。いや、さっき変な身手に入れたじゃん、竜の身。竜樹の果実？え、持ってる持ってない、どっち。龍樹の実しかねえし。原始肉持ってんのか。あ、ほうかね、ほうか。手持ちがない。どこで手に入れればいいんだ。とりあえず探しに行くか。じゃあこっち側とか。うわ、こっちじゃない。どこだ。町に戻るとかそんなめんどくさいところまで行かないとダメかな。こいつらに話を聞いてみよう。何も教えてくれん。なんかくれよ。誰か身をくれ、身を。誰も何も教えてくれないね。見送れ見よう、誰か竜の実。じゃあもう一回ちょっとこっちの方へ行ってみますか。これは？どうだ？おお、あった。余裕であったな。急げー。てかさ、あの鹿みたいなのこんなん食うの？うまいのかね。敵復活してるし。
今助けてやるぞ小鹿よ。分けてあげよう。そこら辺でもぎ取ったやつだかんね。優しい。ダーナちゃん優しいな。巫女の施し。うん、さすがにまだ元気にはならんか。ま、じゃあちょっと目的地の方上行きましょう。こっち側だったっけ？あそこあそこ。地図に印がある。塞いでいた大岩。誰かが置いたんかね。変な岩だしね。てか木を植えてどうやって進むようになれるんだ。よくわからん。あ、夕方になってる。あ、この木を伝っていけばいいのか。これダーナはどういう気分なんだろうね。自分で植えてよし自分で OK みたいな。どんな風に見えるんだ。うん、やはり情報のね、共有化は必要だよ。ありがとうございます。確かにここへ来た。滅びは止められなかったか。君がここにいることは意味がある。なんか自分でも何を言ってんだかよくわからん。適当なことばっかり抜かしてんじゃねえよ、まったく。そろそろ日が暮れる。ああ、夜更かしは感心しないな。仕事の効率が下がる上に美容にも良くないと聞く。
ようやく一心地ついたぜ。お腹いっぱい。旦那さん、どうされました？あ、うん、なんだかこういう雰囲気って久しぶりだなと思って。小さい頃は夕食の後によくお父さんと暖炉前でおしゃべりして、今はみんなとこうしていると思うとなんだか不思議な気持ち。旦那姉は母上もいたのか？ううん、お母さんは小さい頃に亡くなったの。それならリコッタと一緒だな。リコッタちゃん、打ち解けるの早いね。俺とかな、コミュ障だからな、こういうのマジ無理だよ。食ったらさっさと寝る。え、朝早くね。まだ夜が明けてないんだけど。おお、どこに流してるんだ排泄物は。まあ確かにね、いきなりドシャーって崩れたら一巻の終わりだからな。ギョイ、周辺のイベントポイントが地図に記された。お前ら感謝しろ。え、何か、あれ、これどっからどう行くの。あ、これこっちから行くのね。で、多分こっちから塔に登れるはずなんだけど、ちょっとね、一回漂流村に帰って武器を整えましょう。面積が手に入ったんで武器のね、強化ができるはずなんで、で塔に向かうと。とりあえずダーナの武器とかも鍛えられるのかな。さてさてさて、武器屋さん、粘石を手に入れた。よしよしよし。じゃあまず武器だな。やっぱり何を鍛えるの。では始めましょう。ちょっと待って、強化するどうするんだっけ。あ、これはこれまでしかないのか。敵対と光と輝く粘液、任せなさい。まあ、使うか。完成よ。うわ、結構使うね。グランセーバー。では始めましょう。ベラドンナ。完成よ。リコッタちゃん。では始めましょう。さあ、できたわ。一応アドルも鍛えておこう。任せなさい。テクタイトコーがな、めっちゃ使うね。デュミナスエッジ。エーデルスフィアから、
テクタイト高校校。では始めましょう。結構上がるね。鍛えちゃおう。完成よ。よし。もういいの？あ、そうか。あとあれか。掲示板か。掲示板もちょっと見ておきましょう。これは原始肉を持ってこいか。原始肉欲しいよな。脱出船の廃材集め、資材集めか。盗賊の腕輪って何？卵の配達。離礁石5個。航海のお守り。綺麗な素材を持ってこいと。グラドゥーナの総統。ジャンダルムの洞窟内にグラドゥーナっつー獣の群れが現れたようだと。あー、これはな。でも全部やってると結構時間かかるからね。というところで、じゃあこっちの掲示板はもう裏方でサクサクサクっと、終わらせて、次回はバハの塔、入っていくところからやっていきたいと思います。じゃあ今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。